詰まったか。国旗会御用紙。鬼よ、てめえいつから頭気取ったんだ。集会やってる暇あんなら奴らの始末だろうが。見苦しいよ、今後お前は一度負けたんだ。黙ってな。相変わらずきついの、土蜘蛛。じゃがな、あの戦い決して無駄にはならん。すべては計算のうちじゃ。勝ったの負けたのくだらない。どう殺すかが問題でしょう。水湖の方は既に任務についておる。うまくやっとるよ。そうか。さて、こたび御行商を集めたのは他でもあの方のお力に財界から歌劇団への援助を断つことができた。兵糧攻めですか。ゴミにはふさわしい扱いではありませんか。つまらねえ小細工だ。だがそれでも資金を流す。その程度のことなら計算のうちじゃわい。元を立てばいいだけのことじゃ。そうじゃろ、鬼を潰すか。その役目を俺に任せろ。貴様の乗る大日剣はまだ治っちゃいないだろう。この土蜘蛛に任せてもらいたいね。逃げ惑う獲物は飽きてたんだ。歯向かう獲物を倒してこそ狩りも楽しいってものさ。よし、行け土蜘蛛。待てよ、大日剣はすぐ治る。奴らをやるのは俺だ。控えよ。土が、あのお方の期待を。
ちょっと待って隊長。なあ隊長、指から血が出てるぜ。ったくしょうがねえな。どれどれ、手貸してみな。あたいに任しとけって。これでよしっと。ありゃ、なんか変な形に巻いちゃったな。自分に包帯を巻くことはよくあるんだけど、人のを巻くのは難しいな。よせよ隊長、これぐらいのことで照れるじゃねえか。そろそろ行こうぜ。急がねえとスミレのやつ本当に結婚させられちまう。へへ、そういうこった。最後の大勝負だぜ。この声は、まさか。なんだお前たちは。同じく花組、霧島カンナだ。少尉、それに、カンナさん。スミレ。ほう、君が大神一郎君か。この騒ぎ、わしが誰かと知ってのことじゃろうな。長年帝劇を援助してきたこの神崎忠義の顔を潰すつもりじゃあるまいな。じいさん、なんでもてめえの思い通りになると思うなよ。ここまで来るだけあって、なかなか威勢がいいな。ならば大神君、こういうことではどうじゃ。現在、財界が帝劇への援助を停止しているのは知っておるな。このまま黙って帰れば、帝劇への援助再開を約束しよう。だが、スミレを連れて行けばどうなるか、わかるな。おじい様、汚ねえぞ。女は黙っておれ。さて、どうする、大神君。
隊長。本当じゃな。隊長ごときの判断で答えて本当にいいのじゃな。それが帝国歌劇団の総意ということになるのじゃよ。結構ですわ。帝国歌劇団副司令として今の話承認いたします。あなたは、あやめさん。私は帝国歌劇団副司令藤枝楓。あなたが大神くんね。姉さんが言ってた通りの人だわ。面白い。帝国歌劇団がスミレ一人のためにそこまで決断するとはな。おじい様、私帝国歌劇団に戻りますわ。今行かなければ私は後できっと後悔いたしますもの。よかろう。スミレは連れて行け。ただし我が神崎財閥は帝国歌劇団に援助は行わない。それでいいな。ええ、自分たちの力でやってみせます。この音はまさか敵か。そのようね。でも心配いらないわ。敵がここを襲撃することは分かっていたから。あなたたちの後部は正芸丸で運んできてあるわ。スミレのものもね。さあ出動よ。スミレ、待ちなさい。お父様、お母様、私、行きますわ。スミレ。いいのよ、スミレさん。スミレさん、あなたが本当に大切だと思うことがあるのだったら、神崎の名前など気にせず好きに生きていきなさい。スミレ、お父さんはスミレが大好きだよ。お父様、お母様。行ってまいります。私は私のために、そして私が大切と思う全てのために戦ってまいります。それが私の生きる道ですわ。へへ、スミレ、久々の出動だからってあたいの足を引っ張るなよ。あなたこそそのバカ力でこの家まで破壊しないよう注意してくださいな。